ゲリラ配信でございます。いきなり配信をしました。こんにちは。暑いね。こんにちは。今日は何しますか皆さん。髪の毛はまだ どないなことになってんねんって感じですけど。ボサボサ好き。寝起きの髪の毛のまま。そう、メイクと服は終わりました。こんにちは。こんにちは。はワクチン2回目打ってきた。マジか。どうでした。こんにちは。暑いね。暑いね。そう、あ、フォロー嬉しい。通知来て見れるから、ありがとうございます。ゲリラ配信でも嬉しい。見に来てくれて。そういちろうさん、ハートありがとうございます。ハートマン。充電がないこの携帯。昨日の夜なんでやろうね。充電器つなげてなかったんかな。普通に寝落ちしてまして、起きたら充電が 9% でした。汗汗汗汗。しゅんちゃんかわいい、ありがとうございます。お昼ご飯、朝ご飯食べたさっき。バームクーヘン食べました。バームクーヘン、バームクーヘン。月見バーガーいいな。気になっ、月見バーガー毎年出てるっけ。食べたことない。食べたことないが気になってる。50カウント完了、ありがとうございます。ファイト、お疲れ、ありがとうございます。こんにちは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 。月見のいろいろあるよね。シェイクとなんだっけ、マックフルーリーのやつとか。あの分厚い卵がさ、どんな感じなんですか。あの分厚い卵がさ、好きか嫌いか、自分が。あれ気になる。アイスはマックだったらフィリオフィッシュか、あのエビフィリオ。エビのやつしか買たん。パッサパサ、やっぱりあれなんかパッサパサになりそうよね。やっぱりあ、こんな分厚いほぼ卵やんみたいな感じのハンバーガーよね。おすすめ日以外申し込みしてるの全然嬉しい。坂田市民さん、ありがとうございます。明日から、ちょ、髪の毛ボソ。明日からなんですけども、おすすめはこちらの時間帯。そしておすすめではないけど、この時間帯もあります。まだ徐々におすすめにしていくんですけども、おすすめじゃない日でもアラレコーデ、あとアリサカンパニーの服を着る日、そしてここは逆質問の日、そしてミルキーコーデの日と、いろいろね、企画は、企画服着たり企画あたりあるので、ぜひぜひぜひ明日の16
18時から明日の18時から申し込みできるようになりますのでお願いします。お願いします。フィリオフィッシュ、フィリオフィッシュめっちゃ美味しいよ。ハッピーセットしか頼んだことなかった人が初めて挑戦したのがフィリオフィッシュめっちゃ美味しいです。ひろたんと花束ありがとう。まさまささんこんにちは、初見ありがとう。 ST48 広島県出身、ありちゃんことミニヨシアリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとう。もやし生活いや、あいさんもやし生活しよっかな、良さそう。もやし美味しくない？もやし大好きもやしのキャベツとか卵とかと一緒に野菜炒めにしてたり、あとスープに入れたりしたら美味しい。もやしのコンソメスープとか飲みたいね。アイさんももやし料理しよっかな。ピクルス、ピクルスは抜いてたピクルスは出してたな。生存確認のため、そりゃそうじゃないですか。おしめの峰吉ありさのためにおしめ峰吉ありさの人生のためにそりゃ行くしかでしょう。もやし栄養ありそうじゃない？え？もやしって何？大豆じゃない？違う。もやしって大豆からピューンって生えたやつだっけ？なんだっけ？栄養はありそうじゃない？こんにちは。こんにちは。にほい。なさそう。あ、なさそう。もやし嘘もやしって栄養ないんですか？きゅうりはほぼ栄養がないらしい。マジそうな、野菜のくせにご飯を食べそれはそう。韓国の袋麺でも送りましょうか。デブニャン5番ありがとうございます。ないんかーえよこんちはこんちはは、めっちゃ汁取りしてる。カーテンあげてないキング。そして髪の毛がボッサボサなのと服が黒いから服が黒いから、この瓶がなんか白紙この瓶めっちゃね、あのロニチャ瓶にね持ってかれてめっちゃかじられてる、かじられてボロボロになった転がしてたらこのピンをめっちゃ持ってかれてかじられてボロボロになった悲しすぎ、ピエンすぎでしょこんにちはこんにちはは。どうしよう、ここでこうしとこ
そう、何でもおもちゃにする。そうなんよ、全部取られる下に置いて、私が悪いんですけど、まあまあ認めようって感じだけど、そう、私はもう絨毯の上に置いてたら全部加えてからってやってから、もうボロ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 になる。一番やばいのはね、なんだっけな、こっちに持ってきた気がする、全然使えるんだけどボロボロにされすぎて、あったじゃじゃん、こちらの私がお気に入りのカーキのアイラインがあるんですけどそう、こちらのカーキのアイラインがあるんですけど、これをね、どうやったらこうなったんかよくわからんけど、ここがなくなったです、下がやばくないですか、ここのもうどう、ここにね普通にあったんや先っちょが、それが抜かれて、どうなったらこんなに中身が空っぽになったかわからんけどここの、ここはまあ関係ないんだけどね、アイラインはこっちで描くから全然使えるんですけど、ここがもうどっか行ったやばいよね、どうなっていいね、どうなったんでしょうか、これはボロボロすぎて恥ずかしすぎてメイクポーチには入れられないので、ここの2軍に持ってきました。でもここどうしたって感じ、ここもなんか描きにくくなってる、ね、やばいですね、これはインクがなくなったらすぐさま捨てますすぐさま捨てます。こんにちは、こんにちは、カーキ色、カーキ色、いよいよ多分多分、こんにちはいろいろある、今日基本布のソロのやつがあって、2期生もあるんだよね今日は、クワトロトゥルルルルルル、まあ、私は何をしようかと言いますと、お買い物に出かけます。1時から、あともうちょっと、あ、なんかさっきオフィシャルラインで来てた STU48 オフィシャルラインで来てた、向こうへ。私はお買い物に行って、矢野ほのかと会います矢野ほのか姉さんと会いますよ。で、こんにちは。めっちゃ泣いてる。わわわわわ。わわわわ。わわわわわわ。メリークリスマス。毎日がメリークリスマス、いいねいいね、幸せやん。
今日の今日の予定はチキンバーガーなのね。アリスさんね、昨日ね、全然知らなかったんですけど、ね、噂は聞いてたやつがあって、本通りにたい焼き屋さんがオープンするみたいな、知ってましたか？広島なんですけど、広島の本通りにね、東京にもあるたい焼き屋さんがオープンしたらしくて、昨日オープンしたらしくて、そう、食べた、差し入れでもらって、差し入れでもらってね、知ってる？芋、鳴門金時、鳴門金時だったっけちょっと待ってたっけ、芋の芋味のたい焼き食べた。あ、そうそう、それそれ、たい焼き、ナルトたい焼き本店オープン、それ食べました。美味しかったです美味しかったです。みちは言ってた？そう、小豆もあったけど、芋の方を食べたんですけど、美味しかったよっていう報告っていう報告。オープン初日に食べた。東京にもあるよね、なんか、そうそうそう、なんかでさ、東京のレッスンとか行った時の帰りになんかみんなで買って帰ってた記憶、買って帰って食べた記憶があるもん。東京にも同じ店があるやつが広島に来ました。やったやだ。へえ、東京でも人気のたい焼き屋さんなんや。へえ、それが広島に来てくれたの、やった。うん、ではランキングを読みたいと思います。13位ミロさん、12位ナオなお57さん、11位ゆっちゃん、10位塩こうじさん、9位ひろたんたん、8位ゆういちダビッドソン、7位ビッグエブさん、6位ひこらだだひげのマスさん、5位あずきちゃん、4位ひとりごとさん、3位そういちろうさん、2位サイモンさん、1位はドルルドルルデン、やすべーさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。では今日も皆さん楽しんで過ごしてください3連休2日目、私もちょっとこのボサボサの髪の毛をどうにかしたいと思います。アリスの生誕外れた、ピエン、それはもうピエンだ、ピエン。では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 行ってきます。あ、どこにも行かんけど、まだ行ってきます。みんなも楽しんでください。